横尾光一は、ベースボールジャーナリスト。東京都出身。血液型 B 型。立教中学校、立教高等学校、立教大学文学部へ米文学科卒業。立教校では、公式野球部に所属。長島和重、筋肉少女隊の吉高文彦は同期生になる。立教大学では、ラジオパーソナリティの黒田治とクラスメートだった。 立教大学卒業後、小学科に入社。学習雑誌や野球関連の本の編集者として10年間勤めた、あと1年の充電期間を置いて、1999年に独立、フリーランスになる。プロ、アマ、メジャーを含め、年間250試合以上の試合を取材する一方、タレントのトンネルズが発足させた、軟式野球チームで、 年間30試合程度プレイしている。社会人野球情報誌、グランドスラムのメインライターの一人。モットーは野球と共に生きるである。小学館の編集者時代の1993年、中日ドラゴンズから読売ジャイアンツへ、フリーエージェント移籍した、落合博光の著作、勝負の方程式を編集したのをきっかけに、コーチング、采配、 落合博光バッティングの理屈、アドバイス、決断イコール実行など落合の出版物の多くを手掛けている。また、長島和茂と同級生という縁からか、和茂がレギュラー出演しているサンマのスーパーからクリティ B の出題 VTR に旅行の長男が出演したことがある。ありがとうございます。